20年以上の歴史を持ち、数々の世界大会が開かれる格闘ゲームの金字塔、ギルティギアシリーズ。世界最高峰の 3D アニメビジュアルは世界中で高い評価を得ている。バトルのテンションを上げるハードなロックサウンドも魅力だ。そんなギルティギアシリーズの完全新作、ギルティギアストライブが、より幅広いプレイヤーに向けて手軽に楽しめる格闘ゲームとして新生する。これまでに培ってきた奥深いゲーム性はさらに掘り下げられ、新機軸のバトルシステムによってシンプルかつ直感的なゲームデザインへと再構築された。初期プレイキャラクターは15体。魅力的で個性あふれるキャラクターを操作して爽快なバトルを楽しもう。本作の楽しみ方は人それぞれ。充実の一人用モードを楽しみたいプレイヤー、腕を磨いてとことん対戦を楽しみたい格闘ゲームプレイヤー、世界観やストーリーを楽しみたいプレイヤー、この3つに分けておすすめのゲームモードを紹介していこう。充実の一人用モードを楽しみたいプレイヤーにおすすめのモードを紹介しよう。チュートリアルモード。キャラクター同士の掛け合いを楽しみながら本作のルールや操作を身につけよう。アーケードモード。フルボイスの会話劇を楽しみながらコンピューター戦を楽しもう。時には他のキャラクターとの共闘も発生するぞ。力を合わせて強力なボスキャラクターを打倒しよう。サバイバルモード。連続してコンピューターと対戦し続けるモードだ。特殊な性能を持つ強敵を撃破し、オンラインランキングの上位を目指そう。ミッションモード。課題をクリアすることで基本テクニックから本作独自のシステム、そして連続技などを習得できる。自分のペースで一つずつレベルアップしていこう。バーサスモード。コンピューターや友人と心ゆくまで対戦しよう。次はとことん対戦を楽しみたいプレイヤーにおすすめのモードを紹介するぞ。トレーニングモード。実戦の状況を再現するための豊富な設定が揃っている。連続技の練習はもちろん、さまざまな練習に活用しよう。オンラインモード。最適化されたネットワークコードによって世界中のプレイヤーと快適なオンライン対戦を実現。プレイステーション4とプレイステーション5でのクロスプレイにも対応しているぞ。オンラインロビー。世界中のプレイヤーが集まるオンラインロビーでは自分の分身となるアバターを操作して対戦や交流が楽しめる。アバターは300種類以上のパーツやカラーでカスタマイズ可能だ。新たなレーティングシステムではプレイヤーの腕前が正確に判定され、誰でも安心して実力の近いプレイヤーと対戦できるぞ。またトレーニングモードを遊びながら対戦相手を待ち受けることが可能。さらにとにかく対戦したいという人はメニューから直接対戦に進めるぞ。プレイヤーマッチ。専用のルームで仲のいい友達同士気兼ねなく楽しもう。リプレイシアター。世界中のプレイヤーの対戦リプレイを鑑賞することができる。上級者のプレイを参考にして次の対戦に生かそう。最後にストーリーや世界観を楽しみたいプレイヤーへのおすすめのモードだ。ストーリーモード。圧倒的な映像美とボリュームで描かれるストーリーモードはバトル操作一切なし。舞台はアメリカ合衆国。壮絶な人生を歩んできた主人公ソルバットガイの最後の決断とは。さらにストーリーをより深く楽しめるよう GG ワールドモードにはシリーズを通しての年表やゲームに関するさまざまな用語を調べることができる用語集、キャラクターたちの相関図なども参照でき、より深くギルティギアの世界を楽しむことができるぞ。ギャラリーモード。本作の美麗なアート、開発資料やムービー、そして楽曲を鑑賞できる。本作だけではなく過去シリーズの豊富なコンテンツも楽しめるぞ。さまざまな楽しみ方ができる本作だが、発売してそれで終わりではない。
発売後も長期的なアップデートを予定しており、末永く楽しむことができる。ギルティギアシリーズ完全新作、ギルティギアストライブは2021年4月9日ついに発売。プレイステーション。